皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日もドラゴンボールスパーキングゼロやっていきましょう。さあ今回紹介するキャラはこちら、孫悟飯ビースト。はい、孫悟飯のビーストでございます。これね、絶対公式のアップデートできそうなキャラですよね。はい、まあ、つかむしろ来るって分かってたよね確か。うん、まあだけどそれを待ちきれない方はこのモッドを導入してやってみるのもいいんじゃないかということで紹介させていただきます。それじゃあゲーム画面見ていきましょう。はい、じゃあいつも通りね、対戦の方で見ていきたいなと思います。俺が鍛え直してやろう。よし、ナメクセ。それじゃあこのご飯ちゃんいきましょう。はい、で相手はまあ恒例のこいつらでいいか、このままいきましょうか。よいしょ。さあご飯が切れるとビーストになれるのか。よし、じゃあトレーニング、相手の強さ、じゃあ普通でいきましょう。めちゃくちゃ打ってくるやんこいつ。普通にうざいなこいつ。あらら、普通に行けない。とりあえず変身を待つということで、よっしゃ、ここまでは普通のご飯やね。行くぜ。おい、危ねえ。じゃあ1段階アップ、ビーストここでもうね、ビーストに変身。中身はスーパーサイヤ人で見た目はビースト。まあこれ純粋にあの髪の毛をね変えただけやと思うんですけど、さらにもう1段階、まあスーパーサイヤ人2ね、俗に言う。でもこれがビーストっぽいよね、なんかすごく。こいつを耐えきれるかな。てか強えんやけどこいつマジで、本当どういうことよ。ちょっと木ためさせて。よいしょ、まあ来るわな。こいつは耐えきれるかな。あぶね。ちょっとまず一個技使いましょう。はい、はい、ご飯の銀髪ってね見慣れないんで、なかなか新鮮でいい感じ。終わってしまったか。よし、このままいこう。次のキャラクター超カメハメハでも打つか。おらー、かっこいい、イラストも綺麗。左上のキャラクターの絵も変わってるやんこれ。ご飯作り込まれてるなこれ。これ用にちゃんと作ったってこと、すごくないこれ。これは当たるか、マセンコ。強い。どこだゴールデンフリーザー。いた。おい、これ本当に公式で実装されたらご飯強そう。アニメの方のなんかね、映画のやつか、ヒーローズやったっけ、それで出たご飯のビーストもめちゃくちゃ強かったからね。ご飯ってやっぱぶち切れるとめちゃくちゃ強いキャラやからね、ぶち切れるまでが時間かかるよね。 OK、 そんな感じね。かっこいい、この角度がかっこいい。はい、ゴルフリも瞬殺という感じ。はい、まあ、これがね一応モッドで使用できる感じの。おい、喋ってるやん、待てって。おい、使用できるご飯っていう感じですね。
いや、いいね。ここでも第一変身の時点で、まあ、スーパーサイヤ人になって、ここの時点でビーストに一応変身します。ただ完全体のビーストじゃないんで、左のイラストは一応スーパーサイヤ人の絵になってるね。これでも十分ね、強い感じするんけどね。わお、早すぎるこいつ。うざい、うざい、うざい、うざい。気を貯めてちょっと行ってみようか。マセンコ普通の、うん、こいつは耐えきれるかな。うわー、これは思いっきり行くぞ。ああね、はいはいはい、変身変身、よいしょ。はい、まあ、これで左上のアイコンも変わると。よいしょ、はい。マメクセ、ここちょっと見にくない？壁が、こいつマジで逃げる。やるじゃねえか。一応仕留めとくか、最後に。おらー、これで終わりだ。うわーしゃー、オッケーっていう感じですね。はい、さらりともうエスケープする。はい、帰ってきました。よいしょ。じゃあ氷のごとくちょっとね、カスタマイズの方行ってみましょう。さあ、カスタマイズでご飯を拝見して終わりにしたいと思います。ご飯ちゃん、一体どこだい、これか、これね。うん、なんかね、そのまんま、あれだね、イラスト、髪の毛の色だけを変えた感じかな、これ。うん、なんかそんな感じだね。あと目の色も変えたって感じかな。うん、あ、でも目赤色なのか、もともとこれスーパーサイズになった時。え、そうなんや、これほら赤色やね、これ。だからこの目もそのまんま、あ、もともとこういうこと、赤色やね。え、スーパーサイズってこれ赤色違うよね、ご飯だけやよね。まあね、ご飯はね、スーパーサイズになると赤色に目がなるっていうね。本当かこれ。まあっていう形で、はい、まあ一応こちらでも、確認することができます。コスチュームは変えても、お、変わる、すごいすごい。ビースト、ビーストの状態で変わるって面白いなこれ。背中は何も書いてないやね、無印やね。はい、まあ、そのような感じでね、ご飯ビースト使うこともできます。まあ、ぜひね、興味ある方はモッド導入してみてください。まあ、あの、何回も言ってますけど、オンラインでやった場合は自分でしか見えないんで、相手側はモッド導入されていないと思うんで、まあ、通常のご飯に見えてると思います。はい、あくまでもね、自己満の世界なんで、はい、まあ、それで楽しんでいただければと思います。もしよかったら、導入してみてください。それじゃあね、また、他の面白いモッドなどありましたら紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていってください。はい、それでは終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。またねー。